まあ、ガンバ時代でも J2 に降格したという思いもありますし、まあね、来年というところでは非常にどうなるか分かりませんけども、はい、まあ、ジュビロのためにまたというのは考えていると思いますよね。そうですね、まあ、ひょうひょうとあまり感情を表に出さない遠藤選手ですが、本当に何か感情がにじみ出ている表情をしてますね。まあ、内に秘めるタイプではあると思うので、はい、非常に悔しさ残る一戦だったと思いますね。全てのサポーターから拍手が送られた遠藤選手です。